原田康夫は、将棋騎士。騎士番号35。新潟県西貫原郡出身。分水町名誉町民。加藤二郎名誉球団門下。1954年 ABC 加藤二郎、原田康夫、田辺忠幸、証言。将棋昭和史。P175。加藤二郎、原田康夫、田辺忠幸、証言。 将棋昭和史、P96 から90か。加藤二郎、原田康夫、田辺忠之証言、将棋昭和史、P97 から109。加藤二郎、原田康夫、田辺忠之証言、将棋昭和史、P156 から159。加藤二郎、原田康夫、田辺忠之証言、将棋昭和史、P159 から160。加藤二郎、 原田康夫、田辺忠之、証言、将棋昭和史、P160、神の領域に挑む者より、原田康夫 ISBN、978から4から8億3995万187、加藤二郎、原田康夫、田辺忠之、証言、将棋昭和史、P123 持ち将棋では、中尾俊之、牧野光則のの420手で、 持ち将棋成立が、最長、加藤二郎、原田康夫、田辺忠行、証言、将棋昭和氏、P78、加藤二郎、原田康夫、田辺忠行、証言、将棋昭和氏、P113、加藤二郎、原田康夫、田辺忠行、証言、将棋昭和氏、P144 から147、加藤二郎、原田康夫、田辺忠行、証言、 将棋昭和史、P147、加藤二郎、原田康、田辺忠之、証言将棋昭和史、P147 から150将棋の寄付手、タベース AB、千崎学部の実況。番外線、ピアニッシモ、100から101、中平国彦、騎士、その世界講談社、2020年4月1日1979、電子書籍版、193ページ。 加藤二郎、原田康夫、田辺忠之、証言、将棋昭和史、P96、ありがとうございます。